DVD シュリンクは DVD ビデオの作成を容易にするフリーウェアである。Windows 上で動作する。DVD のリッピング、ディスクイメージの加工、ディスクイメージのデータ圧縮、ディスクイメージのライティングの4工程で用いることができ、DVD をバックアップする際のオールインワンソフトとして設計されている。開発は事実上終了しており、作者は 現在、ネロ AG のネロレコードの開発を行っている。また、開発が終了しているため、DVD の最新タイトルをリッピングした場合、エラーとなるケースもある。日本においては、DVD シュリンク日本語版もインターネット上の、ウェブサイトにアップロードしていたものが、著作権法違反で検挙され、また同ウェブサイトにリンクを貼っていた、出版社の従業員らが、 著作権法違反の法助で検挙される事例が発生している。日本では2012年6月20日に DVD などに用いられる CSS などの暗号型技術を著作権法上の対象となる技術的保護手段に追加する DVD のリッピングの違法化を盛り込んだ著作権改正法案が可決された。これに伴い CSS 等の保護技術を回避しての DVD のリッピングは私的複製の対象外となり違法行為となる。CSS を回避するプログラム装置を提供することについても規制され刑罰の対象となる。ありがとうございます。